アディティア・ロイカ・プールは、インドのボリウッドで活動する俳優。1985年11月16日に、ムンバイで三人兄弟の罰師として生まれる。カフ・パレードの GD ソマニ記念学校で、兄たちと共に教育を受けた。第一志望の大学の入学試験に失敗し、浪人することを避けるためセント・アンドリュー・カレッジに、進学した。最終学歴は、 ムンバイ大学付属のセントザビエルカレッジ卒業である。アディティア・ロイカプールとジャクリーン・フェルナンデス19歳の時にチャンネル V インディアのビデオジョッキーとしてキャリアをスタートさせた。アディティアは人気ジョッキーとして活動し2008年に活動を終了した。2009年にビパル・アンダット・ラルシャーのロンドン・ドリームスで俳優デビューした。2010年に サンジャイ・リー・ラーバン・サーリーのグーザ・リッシュに出演し、スター・ダスト・アワード最優秀有望男優賞にノミネートされた。2013年に主演を務めた愛するがゆえにでは、スター・スクリーン・アワードのジョディナンバーワンを受賞、最優秀主演男優賞にノミネートされ、ビッグ・スター・エンターテインメント・アワードの最優秀主演男優賞、最優秀ロマンティック・ジョディ賞を受賞した。 若さは、向こう水では、プロデューサーズギルドフィルムアワード、最優秀女演団優勝、フィルムフェア賞最優秀女演団優勝、g シネアワード最優秀女演団優勝にノミネートされた。2016年に、カランジョーハル、アーリアーバット、シッタールト・マルホートラ、カトリーナ・カイフ、パリニーティ・チョープラー、バルンダワン、バードシャーと共に、音楽ツアー、ドリームツアー、 ボリウッドを開催し、ロサンゼルス、サンロゼ、シカゴ、ニューヨークを巡った。父、クムド・ロイカ・プールは、パンジャーブジン・ヒンディ教徒、母、サロメ・アーロンは、ユダヤ人、ソフ・ラグ・パット・ロイカ・プールは、映画プロデューサーである。長兄シッター・アルト・ロイカ・プールは、UTV モーションピクチャーズの CEO、ジケ・クナール・ロイカ・プールは、俳優として活動している。 母方の祖父母であるサム、ルビー・アーロンはダンス講師として活動し、インドにサマダンスを普及させた、アディティア・ロイカブールとディシャパタニ、ありがとうございます。